諸君、こんばんかは。仮面投稿者、月川です。以前の動画では、台湾が日本領土になるその日清戦争について紹介しましたが、当時の台湾の人々にとっちゃあんまりにもわけがわからないのため、その結果、反抗をしました。そして、反抗の方法とは、まさかの独立建国？というわけで、今回はその領土割譲よりわけがわからない台湾民主国について紹介します。時は1895年。その年でね、日清戦争が終え、7月で戦後条約を結ぶところですが、その条約の一つで、台湾は急に日本の領土になりました。台湾人のみんながそのまま日本人になると、そういう感じでね、台湾の受け渡しは5月で行い、そのため台湾現地住民に与えされた猶予は実質上1ヶ月もない。今から逃げようとしてもね、逃げられない方がたくさんあります。だから台湾人のみんなも当たり前ように反対するが、でもそんな国の問題で割譲された地域の現地住民は相手されるはずがない。ではどうするべきでしょう。その時役人たちが出した結論は、独立しましょうとのことです。要はですね、一つ地域として誰も相手されないなら独立して海外の支持を得ようという打算です。ただ割譲されたくないだけで独立するとはまさに前代未聞。そしてそんな思いつきで、当時の台湾巡抚、つまり父ね、大統領になり、台北を首都し、年号平成にして台湾民主国が建国されました。この建国は全然海外諸国に認めされなかった。そもそもね、年号が平成で永遠に真の国に属する意味じゃん。その真の国から割譲されたのにまた属するかい。そんなじらしらしい、さすが通すわけありません。まあだいたいね、あの頃の欧米諸国もね、領土割譲するのも常にありますから、この程度のことで支援するわけはありません。それでもね、この台湾民主国は5月25日で建国と宣言しました。そして日本帝国軍が5月29日で北から上陸し、ちょっと暗いって現地と台湾軍の戦ったけど、6月3日台湾民主国の政府はあまりの無力さで崩壊。翌日大統領が逃走。建国宣言からわずか10日も経たず、すぐに滅亡の危機と直面した。結局、この台湾民主国は、初手から、民主国かっこ笑いから始まった。そんな民主国かっこ笑いが、あわあわしている最中、日本帝国も休んでおりません。まずは、北の反対勢力をいなくなったと確認した後、どんどん南に向かい、残りの反対勢力を沈めようと。そんな感じで、民主国過去笑いも最高の力を絞って、6月下旬にて別の役人に大統領の席をつかせ、台南を出頭し反抗を続いたか。最終的に10月下旬にて2代目の大統領も逃走し、日本軍は台南を陥落させ、そのことにより台湾民主国かっこ笑いも事実上壊滅したので、11月にて日本政府から台湾全島平定の政権が発表され、これにより台湾が完全に日本のものとになりました。まあ実際5月の時、譲渡手続きはすでに済んだので、むしろこんな茶番が5ヶ月も続いたのはすごいとは言いたいくらいですね。というわけで、こんなわけがわからない台湾民主国ですが、それでも、なんか爪痕を残し、ちゃんと歴史の1ページとして記録されたので、まあ、これくらい、まあ、称賛すべきかなと思いますかな。
というわけで今日の動画はここまで。もしよければチャンネル登録とツイッターフォローも、そしていいねポーズもよろしく。また次回会いしましょう。